オメガのシーマスターです。まあこれは、まあこのオメガマニアのこれでは、まあセカンドモデルが出てるんですけれども、これ今私持ってるのは2つともサードモデルですね。まあ厳密に言うとサードモデルになります。で、まあファーストモデルがですね、キャリバー501で、セカンドモデルからは552っていうオメガのキャリバー使われてるんですけれども、これもやはり552のキャリバーが入ってます。で、ブレスレットはですね、キャタピラのブレスですね。これがちょっとオメガマニアの方ではセカンドモデルが出てますね。セカンドは針がちょっとこういうアロー針になってますけど、ファーストもそうですけど、ファーストとセカンドはちょっとアロー針の形が違うんですね。で、これがサードモデルですけど、これはアロー針からちょっと針が変わりますね。これ、なんつうのかな、剣、笹針じゃない、剣とかいう、剣針とかいうのかな、こういう感じですね。まあでもこの辺もですね、結構いろんな種類があるんで、どれが本当の正解か分かりますね。こっちもちょっとありますけど、これもすごい、ベゼルがですね、取れちゃうんですね。なんか知らないけど、すごい簡単なコーティングになってるんで、何個か買ったことあるんですけど、海外から。まあ、ベゼルがこう、完全になかったり、まあ、黒いのが後塗りされたりしてるんで、本当のベゼルがどういうベゼルかっての本当わかんないですね。あまり綺麗になってると、それもどうなんだろうっていうふうに思いますけど。ただですね、まあ、キャタピラブレスは、まあ、ついてると、非常にありがたいっていうか、昔なんでついてたんですけど、今だと、まあ、あんまついてないですね。これ、裏蓋の形状ですね。偽物があります。裏蓋の形状で確認してください。非常にこの裏蓋の形状が、台形が大きくって、爪がこう、なんていうのかな、長いというか、偽物はこう台形がもっととんがってますね。本物はこういう台形が、なんていうんだろうな、平べったいっていうか、そういうあれですね、作りですね。一時は4個ぐらい持ってました。まあでもいろいろ諸事情があって手放しましたけど。で、これはちょっとキャタピラブレスついてますけど、はい、こんな感じですね。オメガの、ね、シーマスター300のこれサードモデルですね。今結構、希少性もあって、まあ復刻版も出てますけれども、結構手に入りづらいものになってます、シーマスター300。まあ、この後フォースもお見せしますけど、まあこっち、どっちかって言ったらサードモデルの方が好きですけどね。はい、こういう時計。